One to go. Next time by. Line up on the left side. Pit road is closed. はい、めいくんです。お休み最後のアマゾン、もう開けちゃいましたけど、届きました。じゃんじゃん。よいしょ。はい、最後はね、何を買ったかっていうと、よいしょ。モバイルモニター。一応カバーされてますね。はい、こんな感じ。何日だったかな、何日買ったんだっけ、忘れちゃった。書いてない。 十何日だったっけな。ちょっと後で見てみるか。あれっていうか明細書いてなかったな、これ。ついてきた付属品はタイプ C のケーブルとミニ HDMI のケーブルと、C の電源コードですね。それとコンセントが付属しましたが、まあこれは使わないんでこのまま戻します。でこのケースもいらないんで戻して、でこの辺もいらないのでこのまんま、はい、箱にさようなら。なんか聞いたことないメーカーですね。メイドインチャイナ。あ、 15.6 インチでした。はい、以上で、これね、一応ねちっちゃい餌マウントついてます。はい、でこれ何に使うかっていうとね、これね、はい、あのあそこについてるモニターのね、あの 4K の13インチのモニターなんですけど、ちょっと調子悪くなっちゃったんですよね。ミニ HDMI の多分プラグをね強引に挿したんで反応が悪くなっちゃったんで、あれはちょっとUSB-C のタイプ C で使うモニターとして別で使うことにします。で、この上にパソコンついてるあの下の段にあるあのモニターが、ちょっとちっちゃいんで配信やるときにちょっとあの確認しづらいと。なんであそこのモニターを、まあ、これに入れ替えて、こっちの方が大きいんで、まあ、こんな感じ、ここへ入れ替えて、こっちのモニターをこっちへずらす作業をやっていきたいと思います。はい、それじゃあ作業に移ります。待ってるだけ、簡単ですね。じゃあこれ直していきます。はい、
早速完成取り付きました、まあ、こんな感じでね、今度はね上と下逆にしようと思います。はい、ということでつけていきます。よいしよし、こんな感じ
じ。で、偽色入れるのを後ろに入れて、つけると、後ろの中に、こんな感じでいいかな。入れてとね、どうだね、まあ、結構大きくていいね。よしよし、 OKOK。 小さいギターを続いてやっていきたいと思います。今度はね、この外したこれをここへつけるわけですが、はいはい、取り付け完了です。ちょっと取り付け端折っちゃいましたけど、簡単に取り付けちゃいました。まあ、アルミフレームなんで、ステーカーましてね、ネジ入れるのは簡単です。で、どのモニターもね、だいたい後ろにデサマウントの穴が開いてるんで、まあ、それでオンにした感じですね。はい、そしたらつくかどうか早速電源を入れてみたいと思います。よいしょ、はい、スイッチオン。はい、ライゼン側でまず試してみたいと思います。よいしょ。ライデンさんはね、立ち上がるの結構時間かかるんですよね。MSI のマザーだったらね、メモリーチェック、はしょる機能がついてるんで、早く立ち上がるんですけど、S さんはそれないみたいなんですよね。なんで、毎回、チェックから始まるんで、まあ、相当時間かかりますね。あ、でも、今日は早かったですね。さっき一回立ち上げたからかな。よいしょ。はい、ということで、ちゃんと実行してるかな。よいしょ。はい。はい。無事に PC が立ち上がりましたね。そして、繋いだやつはね、ちゃんと立ち上がってますね。はい、で、こちらはメーター側も立ち上がってますね。はい、まだパワーメディアの AX31 が立ち上がってきた。はい、で、もう一つ上が、上に2枚つけたのが、はい、こんな感じ。ということで、はい、全部元通りにつながりましたね。はい、これで、ただ OBS とかね、SIM ハブとか立ち上げたら、ちゃんと位置にくっつくかっていう設定をしたいと思います。まあ、ストリームデックで、よいしょ。まずは、SIM ハブを立ち上げると、そうすると立ち上がってきますね。はい、こんな感じですね。うん、そうすると、こちらがメーターで、こちらが順位とかを表すものが出ますね。はい、それと、自分で買ったクリスマスプレゼントたちが2つついて、この上は、OBS を立ち上げます。なので、また
ストリームデックで、このビタンとで OBS と。これ OBS でどっか行っちゃった。OBS どこ行った？そっちに行ったじゃん。こんな感じで立ち上がりますね。はい、まあ、これでねちゃんと見るようになりゃいいんですけどね。全画面を映すと、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、あんまり大きさ変わってないかな。ほんのちょっと一回り大きくなったぐらいですかね。もともとついてたのがこれですからね。それがこれになりましたっていうだけ。はい、まあ、こんな感じで、はい、今日の作業は終了です。まあ、これでね、あの正月前に買った SIM 用品はねあらかた来た感じかなというところです。はい、それじゃあね最後に実際のゲームの時の感じですね。まあ、これねアセットコルサコンペツヨーネの、裏感のコックピットですね。まあ、こういう感じで見えてます。上が配信とか、あとは PC の状態とかが出てます。はい、でね、まあ、ここら辺がメーターで、まあ、この状況でエンジンかけるとイグニッションオン、エンジンスタートとエンジンオンになりますね。はい、メーターもアイドリングしています。でこっち側に、順位が表示されるようになってますね。はい、でこの上で、まあ、OBS で撮ってる今の状態が確認できて、この上がCPU の今の温度やグラボの温度、あとは水温と FPS とかが表示されてます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、自己満環境が、さらに物欲化してもう大変なごちゃごちゃですね、もうね。はい、まあ、一応これでね2024年スタートしていきたいと思いますんで、皆さん今年もよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。